そっか、しゅんくんは地下鉄通勤なんだね。私は自転車通勤。職場が家から近いんだ。あの公園で昔一緒に遊んだよね。懐かしいな。ナナちゃん、ちょっとテンション高め？二人で歩いてるといろいろ思い出すね。さっき写真撮るために抱き寄せたのが原因だとしたら嬉しいんだけどな。少し勝負に出てみるか、ナナちゃん。今度の休み改めてゆっくり俺の家に。何、しゅんくん、もう一回言って。ここで心折れてはダメだ。じゃあ聞こえるように。今度の休み改めてゆっくり俺の家に来ない？返事は…しゅんくん、耳元で喋っちゃダメだよ。なんていう顔するんだ。返事は後で連絡するね。いや、ちょ、返事はお預け。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。